須崎地区の空撮。爪木崎灯台や遊歩道は、右下の地域。伊豆半島における爪木崎の一つまぎ先は、静岡県下田市にある岬、崎。伊豆半島の南東部にあり、俗に、須崎半島とも呼ばれる海に突き出た地域の先端に、あたる。岬崎には、爪木崎灯台が置かれ、周辺には、爪木崎自然公園が整備されている。水泉の群生地がある。下記は、 海水浴で、冬季には12月下旬から2月上旬にかけて水仙祭りが催され、観光客を集める。公園の駐車場は有料で約200台が駐車可能。爪木崎のある須崎地区には1971年から須崎御用邸が置かれ、皇族が西洋寺に使用する。東大の南側では中条設備が見られる。これは伊豆地域が 海底火山だった頃の火山活動で地下のマグマが地層の隙間に入り込んで冷え固まったものである。こうした石体を汁と呼ぶ。その形からタワライソと名付けられ、江戸時代には建設用材として切り出し、タワライ石と呼ばれ利用された。この中上説には静岡県の指定文化財となっている、爪木崎の空中写真。2013年3月6日撮影の20枚を、 合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。ありがとうございます。